わいいわ、もっと泣きなさい。私の名前はバートリー・エルゼーベト。シャルロッテとやらに見えるかもしれないけど、ここらじゃ有名な貴族の一人。趣味はズバリ拷問。血の匂いとぬくもり、ぐしゃりと潰れる肉の感触、泣き声などなど、すべてが私を興奮させてくれるの。ああ、快感。ね、と、ざ、ん、ま、い。ネタ三昧。バートリー家。1560年8月7日、私はハンガリー王国でも名門と呼ばれるバートリー家にて美少女として誕生。もう一度言う、美少女だ。その美貌さに瞬く間に評判になった。なんて美しい子なのかしら。教養もしっかりしているし、あれなら将来求婚者もたくさん来るわよね。バートリー家は一生安泰か。こんな風に誰からも可愛がられる私。もちろんそれは嬉しかったけど、私が心躍ることは別にある。それは少女をいじめる時だった。ああ、いいわねその顔。毎日毎日行う拷問、そんな私を叱る人は誰もいない。何せバートリー家というのは奇人変人の集まりだからだ。近親婚を繰り返していることで何かしらの異常を持っているのが私たち。悪魔崇拝、マゾヒスト、色情狂、癇癪持ちなど、私のサディズムだってその一種だ。かわいいかわいいエルゼーベト、あなたは何をしてもいいの。はーい。残虐夫婦。私14歳。この頃になると容姿端麗、頭脳明晰の私に求婚者がたくさん現れた。その中、唯一私の金銭に引っかかったのが優秀な軍人、ナーダシュ・ディ・フェレンツ19歳。ただ身体能力は高いけど頭の方は残念。性格もそやだし、顔もごついワイルド系。はっきり言って美しすぎる私には似合わない人間だ。それでも結婚した理由は、ひとえに彼の残虐性。彼も敵を処刑するのに、わざわざ残酷な処刑方法をとっているそうなのだ。いい家庭が築けそうね、私たち。そうだな、楽しみだ。だけど、その幻想はすぐに崩れ去った。満足させてくれるもの。その理由は私の拷問。夫でも私にはついてこれなかったらしい。また拷問か。ちょいと外出てくれ。つまんないの。たかが焼きごてとか水攻めしてるだけなのに。やっぱ狼に人肉を食べさせたりしたのはさすがにダメだったのかしら。そうして夫はだんだんと帰ってこなくなり、私は暇を持て余すように。その間黒魔術をやったり愛人を作ったりもしたけど、そのどれもが私を満足させてくれなかった。やっぱり美しい私を眺めるのが一番幸せだわ。この美貌が一生続けばいいのに。永遠の若さ。しわくちゃになった自分なんて絶対に見たくない。フラストレーションだけが溜まっていく。そんなある日のことだった。すみません。髪の毛が抜けちゃったじゃない。あなた何してくれてるのよ。使用人の血が私の手についた瞬間、私が感じたことは歓喜だった。血のついた部分が潤ってる。そう、血が私を若返らせてくれたのだ。バカな話だとは思うだろうけど、少なくとも私はそう思った。そのことに最大級の喜びを覚えた私は血を集めることに。領地内の生娘を次々に誘拐し、バラバラにして鮮血風呂を作っていった。もうおやめになられては。寺寮の中にいる動物を私がどう扱おうが勝手じゃない。
そうして私は美を保ち続けていった。一線を越えた先に、美しさを保つためにはよりいい血が必要。そんな血を持っているのは貴族しかいない。だから私は下級貴族を城に呼びつけて最高の鮮血風呂を作り続けることにした。あなたがいれば私はもっと若返るの。やめて。だけどこれが私のミス。貴族の娘ばかりが行方不明ということと私の残虐行為の噂により捜査が介入。証拠は普通に残っていたから一瞬でバレてしまい、私はお城の中に一生幽閉されることとなった。一人で650人も殺していたなんて。美しい花にはトゲがあるというが、これはトゲがありすぎだろう。ここから出して、早く。こんなとこじゃ私の美が消えていく。だからねえ、もっと血をちょうだい。私には血が必要なのよ。その後3年の月日が経ち、ボロボロになった私は54歳で死亡した。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。